なんか今メンズアイドルってすごい飽和してて、やっぱりちょっと上に出るにはやっぱ練習もしなきゃいけないじゃないですか、うん、もちろん事務所もすごい練習をレッスンとかも入れてくださるんですけど、僕もともとセンスがなくてすごい。もう一回回ってますか？もう回ってます。やばい。眉毛ぐらい描いた方がよかったですかね。いいです。どうぞ。なんかすごいですね。あ、これですか？僕の一番の。キッチンが。キッチンないんですけど、もうコンロを、はい。これみんなからもらったものですね。すごい大事に。いつも学校ですよ。で、今日もライブあるんですよね。今日もライブあります。この後、定期公演が。ライブ行って、はい、でその後はまあ僕はまだまだまだなんで武者修行ということで夜勤の方をやらせてもらってます。毎日結構ハードですよね。結構ハードですね。週 3,4 ぐらいで夜勤入れてるんで、うん、5時ぐらいに帰ってきて3時間ぐらい寝るっていう。でまだ全然平気っすね僕は。アイドル、僕もともとアイドルはすごい興味があって、もともとすごい好きで、でやっぱ大学入ってサークルも入ってなかったんで、何かやれることあるかなって思って、たまたまその今の事務所に。だからもともと僕アラ君のこと知ってました。僕も舞台系も頑張りたいですね。演技とかすごい好きですね。やってみたい気持ちありますけど、まあ、まずはアイドルを頑張ります。ライブのやりがい、でも常にありますよね。まずなんか僕たち袖裏、ステージ裏で待機してるじゃないですか。で、こう幕が開いて入ってきた時のペンライト見て、お客さん見てたりとかして、あー待っててくれたとか、あ今日俺もライブ頑張ろうって思えるのが本当にやりがいですし、あとみんなからのメッセージとかもすごい強みですね。僕もアイドルしててよかった、そこは思います。おはようございます。だいたい僕いつもここかそこに座ってますね。どっちかです。ちなみに僕もこだわりがあってこの椅子がいいんですよ。めっちゃ楽っすねこれ。ふかふかだし背もたれなんかちょっと動くし、テントしか入ったままだから。それでライブが始まります。熱いと思う。行ってきます。さあ、ごまかせ。盛り上がっていきましょう。いつまでも被害者にさ。あのリーダーのアラさんが舞台に出るって言ってて、その舞台に私のジャニーズの好きな人が出るから、ちょっとご挨拶しに行かなきゃいけないなと思って、アラさんの生誕にこの人にご招待されて行ったら、なんか奥村優斗が今日からですみたいないたんです。そしたらなんかすげえ面白いやつだったから、次も行こうと思って
で、なんかそう、あのすごい頑張ってるなって思ったからこれからも行こうかなって、そう。今日もフリースタイルの活動が終わってしまいました。なかなかいい時間ですね。11時半ぐらいですか今。失礼します。フリースタイルの役です。失礼します。本日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしくお願いします。お疲れ様です。本日も一日ありがとうございました。よろしくお願いします。長かったですね。でもすごい幸せな時間を過ごすことができました。本当に幸せですね。ライブ終わるたびに思います。やっぱ当たり前じゃないんでね、もう毎回女の子にキャーキャー言われてスポットライト当ててもらえるっていう仕事は本当に少ないんで、本当に事務所には感謝してますね。ありがとうございます。はい、これからちょっとアルバイトの方があって、はい、20時間ぐらいですかね。20時間ぐらいですかね。確かにそう考えてみると20時間ぐらいは動いてますね。なんか今メンズアイドルってすごい飽和してて、やっぱりちょっと上に出るにはやっぱ練習もしなきゃいけないじゃないですか、はい、もちろん事務所もすごい練習をレッスンとかも入れてくださるんですけど、僕もともとセンスがなくて、すごいダンスも歌も未経験で入ってきて、なかなかこうやっぱセンスがある方やもともとやってた方には勝てないんでね、レッスン料は自分で稼いでますバイトですか。ひたすら5時間トイレ掃除をするお仕事してますやっぱ幸せだなって思いますよ。歌って踊って5時間とそのトイレ掃除してる5時間のその感じ方が全然違くて、でやっぱトイレ掃除すると運気上がるらしいんで、そこを信じてピカピカにしてますけど、そうですね、イメージとかけ離れますよね、すごい。でも僕そんな甘い世界、僕入るときに言われたんですよ。すごい甘いようで全然甘くないよって。芸能界知らないで入る人ってやっぱこう華々しい芸能界しか知らないじゃないですか。僕もそうだったんですよ。芸能人ってすごいお金持ってて、すごい人気があって、みんなからチヤホヤされてて、そういう甘い一面しか知らなかったんで、それでもやりたいと思ったんで、まあ、もちろんアイドル始めましたし、だからこそ今普通にアルバイトやってても全然苦じゃないですね。全然そこはやっぱいずれはでもね、アイドル1本で芸能1本で暮らしていけたらいいですけど、まあ、そのためにはまずは人気をつけなきゃいけないんで、先行投資ですね、自分に時間とお金の。お疲れ様です。お疲れ様でした。楽しかった。今日すごい夢を見させてもらいました、みんなに。失礼します。プリスト・クムレットです。今日も一日ありがとうございました。お疲れ様です。一日ありがとうございました。お疲れ様でした。お仕事ですね。お仕事です。頑張ってください。ありがとうございます。みんな僕の一日を少しでも知ってもらえて、僕を理解してくれたら嬉しいです。じゃあお仕事頑張ってきます、はい、バイバイ。いつもありがとう。いらっしゃい。